どうも、柴田です。今日はですね、3000万ダウンロード記念ゴッドフェスの日なんですけれども、僕ね、この前 LINE 乗っ取りで LINE の ID が消えて、この前のゴッドフェスナンパで手に入れた女の子の番号が消えてしまったんですよ。今日はね、前回好評だったんで、ゴッドフェスナンパ第2弾をやろうと思います。そして、今回はちょっと動画的に面白くなるように、ちょっとしたボーナスポイントをつけて、ちょっと、ゴッドフェスナンパ成功させてみようと思います。ということでね、金の卵と女の子の番号ゲットしちゃうぜ。よし、準備ができた。行きましょうか。やべ、ちょっと久々だからめっちゃ緊張すんな。久々だからこれめっちゃ緊張すんぞ。これ一人目肝心だよ、一人目肝心だよ、これ。まあめっちゃ柴田だって言われたけどね。めっちゃ柴田だって言われたけども。いや、これ一人目怖いぞ、これ。あ、うわ、女の子の集団いるけども、ちょっと勇気がないですね。ギャルがおる。ちょっと、あそこにですね、ギャルが歩いてます。ギャル行きますか。すいません、ちょっとこれ今ゴッドフェス引いてもらえますか。なんですか。あのこの竜の手を下に下げてほしいんですよ。パズドラです。やったことない。あのあ、これだけ取ってます。あ、どう、引いちゃってください。あ、金です。あ、ガネーシャ、これあれですね、インドの神です。はい、ありがとうございます。あ、あのですね、僕あのレアモンスターとあの可愛い女の子の電話番号をゲットするっていう企画を今 YouTube でやってて、もしよかったら LINE の ID を教えてもらいたいんですけど。いやー、それはちょっとこれ厳しいですか。こう登録したらすぐブロックしてくれて構わないんで、とりあえず成功しないと帰れないんですよ。ちょ、お願いします。一人でやってます。一人でやってます。はい。一人でそういう制限を課して、で、ここら辺回ってるんですけど、あの、LINE の ID を、もうすぐブロックして困らないです。大丈夫です。あ、ダメですか。すいません。ありがとうございます。そう、惜しかった。惜しかったぞ、ガネーシャ。でもね、流れはいいよ、一発目。ガネーシャで、かつ引いてくれてね、話聞いてくれたからね。いやー、惜しかったな、一発目で成功したかったな。なんかめっちゃ柴田知ってるやつと会うな。めっちゃ会うよ。めっちゃ見られてる。会釈されたわ。知名度が上がったのはいいんだけどな、俺の視聴者って9割5分男なのよ。やっぱね、この知名度が上がったことがね、ナンパの成功率につながってないんだよね、悲しいことに。そう、あ、学生、いや学生怖いぞ、学生は怖い、学生は逆に怖い、大人の方がいい。あー、どうしようかな。お、記念写真な。はい。おはようございます。頑張ってください。よし、まあ写真は撮ったが、ね、そんなんじゃないんだよ。そんなんじゃないんだ、俺はね、金の卵とね、可愛い子ちゃんの番号が欲しいんだよ。あのね、
今日はね、僕の気持ちが乗ってないですね。僕の気持ちがね、こう、面白い微妙な感じですね。いやー、どうだろう。場所変えましょう。はい、ということで再びやってきました、横浜ナンパのメッカ、ビブレ前です。ちょっとここでね、場所を変えてね、やってみよう。ちなみにこのね、この脇のところがね、いわゆるナンパ待ちが多くいるって言われてんだけど、いや、ちょっと人が多くて怖いな、これ。行ってみますか。すいません、こんにちは。これ引いてもらえませんか。この竜の手を下に引いてほしいんですよ。ゴッドフェスなんで引いてもらえませんか。この竜の手があるじゃないですか。これを下に引いてください。これを。あ、ありがとうございます。お、金です。超激レアで、あ、すごいですね。これやばいやつ。やばいやつ。すみません、ありがとうございます。僕YouTube で動画を投稿してて、今レアモンスターと可愛い女の子の LINE ID を一緒にゲットするって企画をやってるんですよ。もしよかったら LINE ID を教えてもらえませんか。5秒で消していいですか。登録だけしてダメですか。ですよね。ありがとうございました。頑張ってください。あ、すいません、ありがとうございます。どうも。ということでね、引いてはくれてモンスター出たは出たんだけど、番号はダメでした。これはね、気持ちが折れるね。